いやー、宿題も終わったことだし、ちょっとゲームやるか。あ、そうだ、スプラトゥーンやろう。お、田中じゃん。あ、もしもし、高橋？はい、もしもし？あ、今からちょっとスプラトゥーンやろうぜ。あ、スプラトゥーン？あ、いいよ、やろうぜ。オッケーオッケー、またね。はーい。よし。はい、またね。オッケー。よし。よし、やるか。お、高橋来た。よし、田中にマジで勝つぞ。よし、やるぞ。危ない。うて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 。とりあえず濡れ。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。腕腕で。よし、逃げろ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 。よし、思いっきり濡れ濡れ。よしよしよし、オッケーオッケー。うわー、これ負けたなー、多分なー。これ勝ったでしょ。いや、これは勝ったでしょ。うわー、この感じ負けた。この感じ負けるだろ、これ。お、勝った勝った勝った。え、負けてんの？え、マジか、負けた、これ。マジ？え、完全に塗り的には俺ら負けてる感じだったけど、マジか。マジかよ、これで負けてんの、ほんとに。負けたと思ったら勝つ。よし、始まったぞ。来た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 。やばいやばい、接続、接続がやばいやばい。あ、落ちた。はい、回線落ちた。はい、つまめ、もう今からスタートっていう時にもう回線が落ちてもう参加できない。もう萎えます、本当に。通信悪いとすぐ切断になる。おう、高橋高橋。おう、田中じゃん。どう、最近スプラトゥーンやってる？いや、最近ね、あんまりスプラトゥーンやってないんだよね。あれ、そういえばさ、高橋ってジャイロ操作だっけ？なんかこうやって自分で動かすタイプ？俺は、そうだね、ジャイロ操作使ってやってるよ、いつも。もうよくそれでできるね。俺結構普通にさ、こうやって視点切り替えのこの普通のタイプなんだけど。あれも自分でこうやって動かして狙うことできるから、多分普通にスティックで狙うやつよりも早いぜ。いや、お前もジャイロやれって。もうそっちで慣れてるから完全にジャイロ操作とか無理なんだよね。そっか、そこ分かれてんな、俺たちな。そっか、高橋、そうだよね。高橋完全にジャイロ派だよね。ジャイロ機能使うか分かれる。危ない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 。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし。いけ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 。ああ、やられた。くっそ。めっちゃ煽ってんだけど、こいつ。多分、ここのボタンもうこれ連打してんだろうね。これやば。怖っ。めっちゃ煽ってくんじゃん、こいつ。やば。めっちゃ煽ってくるやつがいる。よし、いけ。よーし、どうだ、どうだ、どうだ、これはどうだ。32対56。32対56。全然違う。全然違った。この自分の予想、絶対当たったことない。自分で何パーセントか予想しちゃう。よし、いけ、いけ。あー、やられた、やられた。くっそ、どうしよう。仲間でも飛んでいくか。よし、行け。空から行くと見えるんだよね、敵がそこを撃ってるのをね。自分が着地しても死ぬっていう。萎えます。